はい、どうも、慢性腰痛専門整体院青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、何をやっていこうかなというところなんですが、今日は、先ほどですね、お客様がいらっしゃいまして、その方の訴えはですね、太ももの前がですね、痛いということだったんですね。太ももの前が痛い、まあ、太ももっていうとここですよね、太もも。はい、ではい、まあ、お医者さんに行っても原因がよく分からずですね、薬を飲んでいても大して変わらないというところですね、私の治療院に来ていただきました。はい、で、太ももの前の原因っていうのがですね、やっぱりどうしてもですね、皆さんここ前にね、筋肉が硬いなっていうのは分かると思うんですけども、この方のですね、痛みの原因っていうところは、太ももではなかったんですね。はい、まあ、私はいつもですね、痛みのある部分に原因はないっていうところですね、考えながら、治療ですね、させてもらってるんですけども、この方もですね、やっぱり、太ももではなくて、実際ですね、やったのはお腹の奥の筋肉ですね、お腹の奥の筋肉、大腰筋という筋肉なんですが、はい、大腰筋という筋肉ですね。よくですね、私の動画だとですね、大腰筋というのが出てくるんですけども、やっぱり、このですね、大腰筋というのがですね、間とかに神経が走っていますので、どうしてもこの太ももの痛みであったりとか、まあ、股関節の痛みという方に対して大腰筋というのは効いてきます。はい。で、あなたもですね、もし太ももの痛みがあったらですね、ぜひ今日はストレッチをですね、教えますので、やってほしいなというふうに思います。はい。で、原因はですね、大腰筋というところですね。はい。で、これはですね、皆さん、調べ方は簡単でですね、自分の太ももの痛みがですね、もしある方、太ももの前の痛みですね、前の痛みがある方は、一度ですね、体の、自分のね、お腹のおへその横をですね、まあ、おへそがあったら、ここからですね、指4本ぐらい横にですね、腹筋がありますから、腹筋の横からですね、キュッと、キュッと、つまんであげてみてください。つまんであげてみてください。はい。で、これでですね、足の痛み、ちょっとこうやって足踏みなんかをしてあげて、痛みが、はい。痛みがですね、変わるんであれば、あなたのその足の太ももの前の筋肉の痛みの原因っていうのは、お腹の筋肉から来てるっていうふうになるんですね。はい。ですから、太ももの痛みがある人ですね、立ちながら、ここをキュッてお腹のところを持っていただいて、足踏みをしてあげる。足踏み、下は見えてませんけどね、足踏みしてます。はい。で、ここをやってあげて、太ももの痛みが変わるんであれば、ここのお腹の筋肉があなたの原因ですから、そこをですね、今度ほぐしてあげればいいというふうになっていきます。はい。で、今日はそのほぐし方っていうところですね、やっていこうかなというふうに思います。はい。で、大腰筋のほぐし方っていうのはですね、なかなか深部っていうですね、かなり体の奥の方にありますから、直接マッサージすることはすごく難しくなってきます。はい。ですので、今日は、一つですね、お伝えしていきたいんですが、ちょっと下にしますね。よいしょ。見えるかな。はい、皆さん、今みたいにですね、腹筋があったらその横をですね、キュッと押しながら足をですね、はい、足をですね、よいしょ、右足でいきます。こういうふうにですね、内側外側に動かしてみてください。内側外側、はい、顔は見えなくても声は聞こえても大丈夫ですね。はい、内側と外側にですね、動かしてあげてください。そうするとですね、この手の奥の方でですね、ゴロ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 としているような筋肉があるんですね。はい。これを感じ取れるかどうかはわかりませんが、つまみながらですね、動かしてあげてください。はい、そうすることによって、だんだんとですね、このお腹の奥の方の筋肉が緩まっていきますので、はい。で、これですね、時間としたら2、3分でいいですので、2、3分。やっていただいて、その後に足踏みまたしていただいて、足の痛みがですね、どのぐらい減ってるかっていうのを見てあげてください。
はい。で、これがですね、足の痛みが減るようであれば、あなたの原因は、このお腹の奥の大腰筋になってきますから、ぜひですね、大腰筋を緩めてあげて、あなたの足のもものですね、痛み。これはね、痺れにも効く場合があるので、まあ痛みとか痺れとかある人はですね、ぜひ試してみてください。はい。で、もしやってみてですね、良かったなとか、これ大して効かなかったなとか、なんかありましたら、まあホームページであったりとかね、この YouTube にコメントしていただければなというふうに思います。はい。ぜひですね、皆さん、自分の体のためにですね、こういうものを試して、まあお金をかけずにですね、自分の体を治していってもらえればなというふうに思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい。チャンネル登録ですね、こちらの方に貼っておきます。どんどんですね、動画を上げていきますので、皆さんの体のためにですね、登録していただいて、どんどん動画を見てください。はい。あと、こちらの方に動画を上げておきますので、皆さん見ていただいて、自分の体のためにね、自分のケア、セルフケアというところをやってもらえればなというふうに思います。はい。それではですね、本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。